当番じゃないらしくて。あ、そうなんですか。僕は当番制シフト制僕はね、応援してます。あ、そうですね、目白押しの日なんで、ぜひね、できれば一番目から来てもらえたらいいなと思います。お願いします。どうしたっけ、俺の携帯見せるの。俺なんか、もう一個あるのエピソード。携帯呼んない。あの、清瀬川崎が携帯がないないって言って、僕の携帯がないんですよねって言って、え、大変ですね、みたいなこと言ってたら、俺のポケットに入るのさらっと言うとそういう話じゃない。ちょっとあのテクスト悪いやつみたいな。ここにいる非風味用の人たちがテクスト悪いやつ。違うぞ。あの大抵あのなんか検査に出て、それがこうね裏もうこう表裏のなってるともう分かんないじゃないですか。ねえ、こんな国民何パーセントか持ってるやつなので。でもそれで秋谷君の携帯持ってなかったら。わかる、そうそう、自分でも持ってたんなんかズボン重たいのに2個入ってるあれと思ったら2個入ってた今日は何なんでメガネあれね、本当にこれちょっと違うキャラを買うポンポンで売れたから売れてしまった。売れる予定だけどなんかね、なんかほら売れた芸能人ですぐメガネかけたりサングラスかけたりするそのタイプだよね。違う、サングラスね、本当に忘れてきたコンタクト忘れてきたの。忘れてきました。忘れてきた手で来ております。忘れてきた手で来ております。コンタクト忘れるやつなんていないよ。いるよ。ケースだね。メガネケースと一緒に入ってるからメガネケースごと忘れてきたの。え、駅をね、なんでコンタクトの駅の話をしないとね。コンタクト、メガネの俺を見せなかったでしょ。じゃあじゃあじゃあ、本当、いや、できれば、本当ない方がいい。かっこいい、まあ、それも変わった外してかっこいいみたいな。ちょっと5分、マイケル・ジャクソンみたいにちょっと5分使っていいみたいな。メガネ取るまで5分。何や、何や。嫌だよ、こんなびしょびしょになってさ、ここからどうすればいいの、このメガネ。じゃあちょっと取ってやるとしたら、見えない。え、取ってやる、取ってやる。いやいや、いいよ、せっかくかけてたんだし。せっかくかけてたら、作戦成功みたいに言わないの。じゃあ終わりましょう。